札幌市交通局 D1040 系機動車は1964年に登場した札幌市電の路面ディーゼルカーである。1964年11月に鉄北線像を発用として D1041、D1042 号の2両が東急車両で製造された。床下に置かれた水平シリンダー式直列6、気筒水冷エンジン、液体式二足自動変速機。 二軸駆動の空気バネ台車など、走り装置は d z ゼン3 0系のものを踏襲している。330系以来の札幌スタイルの集大成ともいえる A820 型と同様の曲面を多用した美しい車体で登場した。前照灯は腰部に二灯となり、全面ベンチレーターは方向幕状に移動された。側窓は大きな固定窓の上部に内開きの換気用紙窓を持ち、 中扉は1 4 0 0ミ、mm、リメートルの両開きである。室内では大きな窓のため、きちんとした背もたれが設けられず、掛け心地が犠牲となった座席も a 8 2 0系、譲りである。照明カバーは電車に用いられているかまぼこ型グローブではなく、下側のみに乳白色のアクリル板を渡し、側面からは蛍光管が見える開放型となっている。警笛が 空気笛ではなく、デュアルトーンの電気笛である点も、従来、形機動車同様である。鉄北線北部区間の電化に伴って、全車1971年10月に廃車された。多形式と異なり、電車化されることもなく、短命な車両であった。英国、モダントラムウェイマガジンの札幌市電特集では、世界的にも類を見ない路面ディーゼルカーという、存在から、 新琴コ駅前に停車中の姿がその表紙を飾っている。D1041 号が札幌市交通資料館に保存されている。ありがとうございます。